ニュースピュアジェのお時間です。ピュアジェチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。12月18日後楽園ホール、ピュアジェクライマックス2022に向けて対戦カードと選手を紹介していきたいと思います。試合に向けた選手の熱い思いを皆さんに見ていただきたいと思います。今日はデイリースポーツ認定女子タッグチャンピオンのライディン鋼の話を聞いていきたいと思います。ライディン鋼、デイリースポーツ認定女子タッグチャンピオンライディン鋼です。はい、ちょっとどうぞ。失礼します。はい、本当はあの、はい、タッグパートナーの咲選手にね、ここに来てもらおうと思ったんですが、はい、スケジュールがちょっと合わないので、もう一言喋りたいって、ね、言ってる選手がいるので。誰だ。鋼にもう一言言ってやろうっていう、谷桃。はい、何、はい、皆さんこんにちは。はんなり京娘こと谷桃です。よろしくお願いします。いよいよ12月18日近づいてきて、タイトルマッチで対戦しますが、一番同門対決だね。はい、はい、モンテッド対決。モンテッド対決ですね。そう、じゃあまずはチャンピオンから。実はこれで3度目の防衛戦になるんですね。今回3度目の正直みたいな感じのなんか言葉あるじゃないですか、うん、なので3度目の正直でこうやってウォンテッドと試合ができることが私は本当に嬉しいですね。私は意味が分からない。今、ね、私も意味が分からない、すいません。はい、大事派の意気込みどうぞ。自分は3度目の防衛戦になります、今回が。そしてウォンテッドと対戦、3人が揃った対戦っていうのは初めてで、あの気が知れた仲間なので、自分は遠慮なくこのベルトをかけてバチバチでいきたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、両選手が願ってて、はい、気心知れてるからこそ思いっきりやり合いたいと、あの最高の戦いができるとは思うんですが、はい、ももちゃんどうでしょう。はい、もともとは、うん、あのウォンテッドでデイリースポーツのタッグベルトを取りたいという、うん、話を3人でしていたんですけども、うん、でもタッグのベルトってさ、2人しかチャンピオンになれないから。そうなんです。なんでとにかくカズキさんと鋼さんでもいいし、鋼さんと私でもいいし、私とカズキさんでもいいし、とにかくワンテッドでベルトっていう話だったんですけども、あの鋼さんがね、サキさんとベルトを巻かれて、ちょっと私としては嫉妬していて、で今年はもう本当に私は鋼さんと試合する機会がすごく多くて、よく壊れないね。はい。すごく、あの他団体でも体格に鋼さんがいるっていうことが多くて、うん、戦ってきてずっと鋼さんに勝つを入れてやる、勝つを入れてやると言っていたんですけども、うん、なかなか叶わなかったので、うん、今回のタイトルマッチでは、うん、絶対にこう勝つを入れて勝ちたいと思ってます。勝つを入れる。はい。勝つが誰に勝つ入れるの。鋼さんにです。あ、なんで鋼に勝つ入れるの。どういうチャンピオンなんですか。浮気してるんじゃないと思って。そういう、ね、モンテッド愛の方で、はい、うんうん、何の勝つかなと思って。で、うん、私としましても、うん、タイトルマッチは鋼さんと今まで2回挑戦していて、うん、今回和樹さんと初めて組んでタイトルマッチに、うん、挑戦となるので、3度目の正直にしたいなと思ってます。それが正解です。3度目の使い方間違えてます。なんか1試合で見てほしいところはウォンテッドの、まあ、絆とか、はい、ね、そういうところだと思うんだけども、このサキちゃんとのチームで見せたいもの、同期でこの今までその見たことがないような華やかかつワイルドでかつパワーがあってみたいなチームだと自分は思ってるので、それをどんどん見て、もっともっとみんなにアピールしていけるようなチームであることを思っています。はい、華やかでワイルドでパワーがあって、はい、なのでタッグチームっていうか名前はワイルドサンダートゥエルブズ、ワイルドはサキちゃん、うん、でサンダーは自分のライディン鋼のサンダー、うん、で2012年にデビューしたのでトゥエルブズ、うん、12です。誰も聞いてへんね。誰も質問です。名前については誰も質問はしてなかったんだけど、なので皆さんワイルドサンダートゥエルブズを覚えてください。覚えてください。さきちゃんのことよく知ってるじゃん、はい、そうですね。もうもともと前の団体で先輩で、うん、ずっとお世話に
なっていたんですけども、うん、ただその団体内でもなんですかユニットが別というか、うんうん、こうグループが分かれていて、うん、なのでなかなかこうさきさんと試合する機会とかがあまりなかったんですけど、今年に入ってからすごくさきさんと試合させていただけてて、うん、すごい嬉しいなと思いますし、うん、あのずっと多分谷桃を応援してくださってる方とか見てきてくださってる方からすると、うん、私が後楽園でさきさんとタイトルマッチをするっていうのは、うん、本当に去年とかだと全然考えられない対戦カードなんですよ、うん、なんでそういう方にもすごい成長した姿を見せれるように頑張りたいなと思ってます。はい、はい、頑張ってください、はい、あの来年からねあのウォンテッドのリーダーであるカズキが岡山県に移住することになった、はい、東京での試合だいぶ回数は減ると思うんだけども、さあこれからウォンテッドどうしていきましょうか。カズキ不在のウォンテッドがこれからちょこちょこあるわけじゃん。そうですね、なんかまず私はとにかくこのデイリースポーツのタックベルトを巻いて、カズキさんがしょっちゅう岡山から東京に出てこなければいけないような状況を、うん、作りたいなと、うん、怖いな。カズキは別に遊びに行くわけじゃないから呼び出すっていう家庭の事情だよ。もうとにかくカズキさんを家庭を撹乱する、はい、呼び出すっていう、うん、しょっちゅう、はい、あとはカズキさんに安心してもらえるような、うん、あの活動を鋼さんと私でもウォンテッドを盛り上げていけるような活動をして、うん、やっぱり和樹さんが抜けてパワーダウンするのではなく、こう和樹さんにあ岡山にまでこうウォンテッドあ頑張ってるんだな盛り上がってるなっていうのがこう伝わるような試合とかパフォーマンスとかをしていきたいなと、うんうん、そっちの方が健全やね、はい、安心、はい、安心させて、安心させて、はい、あのやっぱり岡山であの SNS とかねなんか テレビとかであ この子たちあの私の同じメンバーだよって、はい、その岡山の友人たちにもあの宣伝できるぐらい東京でバリバリ活躍して、はいはい、あのしてあげるのが一番健全だと私は思うんですが、はいはい、そうですね、一番和樹さんが自慢できるように、そうそうそう、はい、私たちは和樹の、もう自慢のモンテッドに なるようにするのが良いかなと、はいはい、あとは岡山大会ね、はい、ウォンテッドプロデュース岡山大会とか、はい、ぜひやりたいですね。自分も和樹さんにちょっと掛け合ってみます。頑張ってみます、うん、和樹のやりたいって言ったよ、はい、あ和樹さんとなんかちょっと話し合ったりして、うん、自分たちもなんかそこでアピールできるように、うん、もっともっと強くなっていく、うん、いけたら、なんか月一ズーム配信したらっていう話この間、はい、ね、ミーティングウォンテッドミーティングやりますか、はい、うん、はい、面白いんじゃないかな、はい、離れていても心は近いっていうね、はい、そういうチームで、なっていけばいいんじゃないかなと思います、はい、12月18日後楽園大会目前です。はい、ウォンテッド対決どっちが勝っても感動する試合になると思います。全力で頑張ってください。はい、頑張ります。はい、じゃあ最後に一言メッセージを。ワイルドサンダーとエルムズが防衛するぞ。はい、ももちゃん、私はウォンテッドに加入して12月末で丸3年になりますので、成長した姿をチャンピオンとして見せたいと思います。皆さん後楽園でお待ちしております。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。12月18日後楽園ホールでお会いしましょう。さよなら。